5番さんが2番さんに座し、9番さんが僕何言っ1番てにるか座本し、当判わ断かんしまない。した。ただったらですね、かなりいいことしてないと思うので。もうこれいじめだろ、これ。そうですね、僕は。うやみ巨人営です。よろしくお願いします。ちょっと怪しい、皆さんよろしくお願いします。じゃあ天候を取りたいと思います。1番さんからお願いいたします。はい、1番のフェンリルです。よろしくお願いします。また5番さんと4番さんだな。お願いします。キーです。9人であんまりやらないので、ちょっと混乱する場面もあるかもしれないですが、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。5番さん、ちょっと人狼怪しいんで人狼だと思います。よろしくお願いします。お願いします。2番と4番が人狼だったら私すぐに気づくと思います。6番さんどうぞ。まあちょっと阿部です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。右の人に忖度します。はい、じゃあ皆さんいらっしゃるようなので、まあ簡単にルール説明をしたいと思います。はい、じゃあ初日がみはなしで、占い師に黒出された時とかにその人が、略奪カミングアウトして、でその人が略奪カミングアウトに対抗したい時、自分の発言が終わってた場合ってチャットで対抗してもいいんですかね。じゃあその場合はチャット OK にしましょうかね。わかりました。では始めていきます。よきかめしまもうダメだ、俺もう深夜のテンションになっちゃってるわ。まもなくゲームスタートです。 OK。おはようございます。トップバッター、何も話すことありません。しようありません。あ、おはようございます。村陣営で、役職しようは特にはありません。村人陣営です。よろしくお願いします。まあ1巡目なんで何も言うことないんで、2巡目にいろいろとちょっと発言していきたいと思います。よろしくお願いします。発言してください。発言してください。おはようございます。2番占いました。シロです。発言してください。はい、これ変わったんです。これ目開けていいんですか。これって目、もう目開けていいんですかね。目だ、7番のプレイヤーは発言してください。まあ占い理由なんて、まあ気まぐれだと思うんですけど、何か理由は言ってほしかったですね。で、まあ、2、3、4、6はほとんど話してない感じで、 5と2、5が2つだっけ。対抗が出てきたらもっと考察を落としたいと思います。村大さん把握です。対抗出るんですかね。教授いないんでわかんないんですけど、信用しよう。2巡目から考えます。メッシの鼻毛だが、ね、発言してください。はい、おはようございます。占い使用します。左隣の1番さん占いました。白でした。左隣を占うのがセオリーらしいので、まあそのセオリーに乗っかってっていう感じですかね。まあ5番さんが、占った理由とかを言ってなかったので、まあその辺がちょっと黒じゃないかなと、皆さんには思ってほしいです。自分が本当の占い師です。よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。5番さんと9番さんが占い師を、5番さんが2番さんに座し、9番さんが僕1番に座し、判断しました。そうですね、僕結構初日でハンター釣られるのを目にすること多いんで、本当にそれだけは避けたいと思ってるんですけど、まあこの中だったらですね、かなりちょっとそれは僕のことではないですかね。ちょっとわかんないですけど、僕ですね、ちょっと6番さんとか、まあ、まあネタで言ってるんだけかもしれないですけど、あんまりムラにない発言してて、ハンターだったらきついんで、本当に釣られてきてハンターだったらカミングアウトしてほしいですね。いろいろ占い視点で占い先が、まあ、狭まるのも別にムラにとっていいことしかないと思うので。もうこれいじめだろ、これ。そうですね、僕は釣られ気になる人は、まあそうですね、ハンターだったら使用してほしいですかね。まあ今日は占いと人を除いてきて、これダメだよ、これいじめだよ、これ、まあ、だから占いで、これいじめだよ多分もう。まあ白進行なんでグレランが一番いいかと思います。まあそうですね、どっちつかずって感じで、でまあ9番さんの方が受け答えはしっかりしてた感はあります。でもあまあ ほとんどまあフラットですね、うん、あと4番さんと6番さんがなんて言うのかな。以上です。4番3番さん、指示ありがとうございます。僕的に、5番さんを占いとして信用して、2番さんが無礼でしょ。
ダメだ。プレイヤーは発言してください。2番、例には及ばん。お前を釣りたかっただけだ。4番もなんとなく白っぽいかな。前の部屋で一緒だったんですけど、この人いつもこんな感じなんで、まあそれを参考に黒とか言われたらかわいそうなんで、一応まあ白っぽいです。似てるとかさ来たら笑っちゃうだろこれ、うん、そうですね。これダメだろこれ。678ですね、聞いてるとこ一番さんのしゃべり、なんて、なんか人、僕に言ってるのは分かったんですけど、それ以上が何て言ってるか分かってんですよね。そこがちょっと黒かな。7番のプレイヤーは、まあ初日はあれ占い師フラットで見てます。で4番さんもこちら側としたら何もちょっと危険、言いたいことがよくわからなかったのが残念ですね。賞味全員黒く見えるんで、何入れても一緒かなと思うんですけど、なんか僕も含めて情報落とさないんで、そういうのを初日のうちに片っ端から釣っていきたいなと思ってます。はい、そうですね、今一周回って皆さんの意見聞いて、7番さん8番さんは比較的考察を落としている印象を、受けました。でまあ、ちょっと4番さんと6番さんが、まあ、僕としてはちょっと、あまり発言が落とせてるようには思えなかったので、4番さん6番さんのどちらかを占おうかなとは思っていますが、あまり占い先を絞りすぎると人狼の神先に指定されるので、これ以上は言わないでおきます。来たぞ。はい、おはようございます。そうですね、2周目に入って1周目より、まあ、考察多少落ちてきたのは良かったのかなと思います。そうですね、僕もまだ10番さん5番さんは非常にフラットなんですけど、6番さんが片白の僕を叩く理由はよくわからないですね。6番はまず片白の僕を叩く前にグレー考察についてのバッチリだと思います。その点については僕もちょっと残念でした。さっき4番さん、さっきの部屋で一緒だったから白っぽいって言ってたと思うんですけど、僕それメタ考察になると思うんで、そうですね、僕もあんまり好きじゃないです。僕も釣り誘導したくないんで、まあ、釣り先は明言しませんが、まあ、もう釣り先は大体決めてます。釣りに回します。投票を始めてください。ありえん、ほらじゃないべ。ちょっと本当にね、ネタ、ネタ6番のプレイヤーが選ばれました。なんでだ。発言してください。これ5番さんが黒なんですよね。その緊張感で正直何にも入ってこなかった。正直横に人狼がいるって、こんな緊張するのかっていうあと1番さん、ちょっと正直ちょっとネタとかじゃなくてガチで6番しか聞き取れませんでした。黒です。この人がね、本当に占い師だったらちょっとやばいんだよね。もしかしたら俺死ぬかもしれん。昨夜死んだのは8番。9がちょっと本当に怪しいね。発言してください。はい、今チャットにも書いたんですけど、2番さん占いました。なぜ2番さん占ったかっていうと、5番さんから片白をもらってたと思うんですけども、初日が恋あるかなと思って2番さんを占わせていただきました。2番さん白だったので確定白です。なので、この、これからは、2番さん進行でもいいのかなと自分は思っています。で、僕は、5番さん黒確定なので3、4、7の中にもう一人います。そうですね、まあ、残り3、4、7だったら一番怪しいのは4番さんかなと思っています。以上です。いやでもこれも怪しいんだよな。プレイヤーは発言してください。あ、はい、おはようございます。すみません、昨日なんですけど、ちょっと6番さんが死に色はあまり聞こえなかったっていうことなんですけど、チャットの調子悪いんですかね。声聞こえますか。ちょっとチャットで教えていただけるとありがたいです。あ、聞こえますか。ありがとうございます。そうですね、まあちょっとじゃない、いや昨日は本当にチャットの調子が悪かっただけだと思います。本当にまあそれは置いといて、まあ占い先だけで見たら、中盤さんの方が若干まあ白い、まあ5番さんもそうですね、まあ8番さん襲撃されてるんで、そうだ、相対的に占い先で言ったら、まあ中盤さんの方が白いような気はするんですけど、まあ今日は占いローラー安定なんで、余計なことすんだよね。5番さんの発言まで聞いて加味した上で、5番さん9番さんの蝶と明日でローラーになるのかなと思います。そうですね、村目はもう2番さん進行で問題ないと思います。まあ、取り回します。9番さんの
各種はあえておりまして僕目からしたら9番が真に見えますね。5番さんが組み合わせちょっと怪しいですね。もう売れないぐらいじゃなくても売れない気持ちで5番さんちょっと会いと思います。以上です。まあなんとなくですけど5番がちょっとなんか怪しいというか、まあさっき発言ありましたけどその4番さんをこう何の無意味に裏側とかって言ってたんでよくわかんないんですけど、9番怪しくねマジで。まだあのグレーなんでどこに入れようかっていうのはちょっと決まってないですけど、まあそういう、なんか印象を持ちましたっていう方で以上です。4番のプレイヤーは今日ありがとうございます。そうですね、ハンターさんがいたらチャットで言うのはダメなのかな、わかんないけど。でさっき、9番さんの投票が僕なんですよ。で僕なんですけど、なんで2番さんを占うのか僕がちょっと意味不明で、今5番さんが占い、とりあえずこの人はあれなんだよ。昨夜死んだのは7番。ゲーム終了、人狼の勝ちです。ほら5番がこれだよ、本当に出たこれ。